はーい、お疲れ様です。元光です。言論プラットフォームの方のチャンネルになります。今回のお話なんですけど、あるね、メルカリの出品が話題になってるみたいなんですけどね、もうこれ完全に犯罪じゃんみたいなことで話題になってるんですよ。まあ結構面白い話題なんで見ていこうかなと思います。元光のチャンネルでは、時事ニュース系のことをお話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ということでね、まあこちらのツイートが話題になってるんですけど、もうこれ、 フリマ界のスラム街やんみたいなことを言われてて、一体何の出品かっていうと、こちらですね、スマホの出品なんですけど、えー、iPhone ですね。iPhone の出品で8765円で売られてるんですけど、一体これが何なのかって概要欄見たらわかるんですけど、喫茶店で拾いましたって書いてるんですよ。 <laughs> ちょっと待って、拾い物売ってんのこれ、完全に窃盗じゃないですか。拾ったら警察に届けるのが普通なのに、メルカリに出品してるんですよね。あと、まあ、なんだろう、うこれタグ付けみたいな感じで、なんか、鬼滅の刃とか適当になんかつけてるんですけど、ほとんどこれだけですよね。喫茶店で拾いましたって。<laughs> やばいですけどね。まあ、この人がね、ツイートしてくれてるんで、めっちゃリツイートといいね、させていただきますね。あ、元々ね、ツイッターもやってるんで、もしよかったらフォローもしていただけると嬉しいんで、よろしくお願いします。ということでね、あとね、 えロックもかかってるみたいやしガチっぽいって他の情報からもねそんなことが書いてたみたいなんですよねロックもかかってるみたいなんですよねもう普通に拾って売ってるということでこれねもう完全に犯罪だと思うんですけどちなみに最近ですねそのスマートフォン拾って そのまま売っちゃってえ捕まっちゃうというようなねそんな事件があったんで、まあ、ちょっと見ていこうかなと思うんですけど拾ったスマートフォンを届け出ず中古品買取店に売ろうとした新潟市中央区の男性を逮捕ということでね、まあ、こんなことしたら普通に捕まっちゃうんですよ、まあ、窃盗ということになるんですけど、えー、2021年の、ね、10月25日まだね半年も経ってないようなそんな前のね、えー、話になるんですけど新潟警察署は25日拾ったスマートフォンを警察へ届け出ず 中古品買取店に売ろうとしたとして新潟市中央区に住む無職の男性37歳窃盗の容疑で逮捕したって気づかないのかな無,無職の男性37歳って分かんないのかなこれがダメってで男性は9月27日18時30分頃新潟市中央区内のスーパーマーケットにおいて客として来店していた20歳代の、えー、女性が落としたスマートフォン1台、えー、7万円相当を窃盗ということで,、ねまあ、ここでは窃盗って 書いてるんですけどどういうことかというとね警察では女性からスマートフォンを落としたと届け出があり防犯カメラを確認し後ろを歩いている男性を発見していたということでねこの時点でその男性が拾ったっていうのを、ね、発見されてたんですよ、でその後、えー、警察に持っていくとかじゃなくて捜査の過程で中古品買い取り店よりスマートフォンを売りに来てる人がいる。 充電が切れていたので、充電したところ、女性がアプリから送ったこの携帯を拾った人は、電話をくださいというメッセージが表示された。落とし物を売りに来たのではないかと通報があり、逮捕に至ったということでこの時はですね、あの、ま、物理的にね、まあ、いろんなところの捜査とかで、はっきりとね、逮捕、窃盗っていうことが分かったんですけど、え、調べに対し、男性は拾ったものを中古品販売店に届けに来ただけ。ちょっと待って。 <laughs> な、何この言い訳、無理があるでしょ。拾ったものを中古品販売店に届けに来ただけでさ、届けるのは警察署だよ。なんで中古販売店に届けに来んだよ。<laughs> 意味わかんないんだけど。で、盗んではいないと容疑を否認しているということでね、まあ、拾って売ろうとしたらそれは窃盗でしょ。うん。あのー、まあ、言い方が違うだけであって、事実としてはね、もうそれは窃盗になっちゃうわけですよ。もうそんなの気づかずに、えーえー、売りに来てるんですかね。まあ、買取店とかね、だって自分で名前書いてだとか、住所とかわかるわけじゃん。うん。絶対買取店とかを。 ね、持っていかいかなと思いますし,しかもね、メルカリで出したりとかもするような人もいたりするんですよ。こんなのね、おかしいと思わないのかなてか、自分に足がつくとか思わないの。もうん。悪いことして、こんなん悪いことしたらすぐ警察来ちゃうよ。この、やばい。 <laughs> まあ、ということでね、まあ、いろんな人の意見もちょっと見ていこうかなと思うんですけど、こちらとかね、落としたキーケースメルカリで売られてたっていうね、こんなリプライとかもあったんですけど、他にもなんかこういうメルカリでね、まあ、自分が落としたものが出品されてるってことがあるみたいなんですよね。で、なのでね、まあ、自分でもなくしたもの、ちょっとメルカリ見たら、もしかしたらあるかもしれないですよ。まあ、大事なあのキーケースとか、まあ、あのカードケースとか落としたとか、財布とか落としたってなったら、案外あるかもしれないですよ。ちょっとこれね、えー えー、まあ、その場合どういう対応したらいいかっていうのはわかんないですけどまあ、メルカリがね結構やっぱ闇市状態というか盗品みたいなものを売ってるようなことにもなってるんですかねまた、あ、こちらもリツイートといいねさせていただきますねで、えー、こちらとかね拾ったものを拾ったとは明かした上で売りに出しちゃうのかすげえなっていうことでね <laughs> さっきの、ね、もの、えー、喫茶店で拾いましたっていうのをね自分で言っちゃってるんですよあちなみになんですけど iPhone ってまあ多分めちゃめちゃ厳しくてあのー、落としたものでもしネットとかつながったりするとその場所 場所とかもわかるし、えー、どういう状況かっていうのはすぐ分かっちゃうと思うんですよねよくこんなことできるなと 思いますけどね。とか、あ,まあ、ま、ちょ、ちょ、ちょっと待ってね。リツイートといいね、させていただきますね。はい。で、他には、こんなのとか、さすがのメルカリ民度、えー、転売ヤーとか生ぬるいものではなく、窃盗犯やんっていうことで、まあ、ね、元光もね、結構動画とかで取り上げてる転売ヤーとか、そんなレベルではなく、もう純粋に窃盗犯やって犯罪を犯してる奴がいるよっていう、そんな意見ですよね。はい、こちらもリツイートといいね、させていただきますね。で、次がこちら、メルカリさん、転売ヤーだけでなく、 盗品まで扱う犯罪容認の通販スラム状態にっていうことでここら辺やっぱねしっかりとあの精査していかないといけないとこだと思いますけどね喫茶店で拾いましたって、うん、メルカリそのものを疑われる事態になりかねないですけどねうこんなのありなのって、うん、で他には、えー、倫理的に異常すぎて服はっていうことでね普通に考えたら分かると思うんですけど少なくとも商品説明に書かないでしょ もうなんかもうこれ売ってやろうって。 素直にこう書いてる時点で悪気がないのですかねこれ。どうなんだろうこれがおかしいことで気づいてない出品になるんですかね、まあ、ということでですね、まあ今回、あのー、まあモラルの、モラルっていうのかなモラルに欠けてる出品があってね、すごい話題になってるというようなお話でした。皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。まとめてのチャンネルでは、自陣ニュース系のことをお話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。